あたりを分析する素材としても使われたいと思うわけではないです。時間何時までしょう。で、具体的に見ていく、まあ、ケースをご紹介したいと思うんですけれども、備中の国、小田郡真鍋島というですね、まあ、島に残された資料を、まあ、見ていくということになります。で、どういうところかというと、特徴を中に確認しておきたいと思いますけれども、まあ、先進漁村で、どう先進漁村かというとですね、中世には刀、まあの持った海賊州の拠点であったわけです。で、早くから漁業に特化していたことから、まあ、近世初期にですね、海役を、まあ、守備よく設定してもらって、まあ、確約も設定してもらってですね、で、その代わりに、漁場養育権を保障される。ただこの漁場養育権というのは一円排他的なものでは実はないということが後ほど問題になります。当時支配的だったその大量のために必要な水域を非常に限定的に保障されていたに過ぎないということが後ほど問題になっています。で、じゃあその村の人口なんですけれども、18世紀前半に今1000人を超えて、幕末には2300人に膨れ上がると。で、この膨れ上がった部分が何をして食べてたのかというと、先ほどお話ししたちょっとお話しした捕虜ですね、貝だけでこれだけ養ったのではなくて、この増えた分は基本的にちっちゃな船を持ってですね、踏み出して、自分でちょっとばかり魚を買って、それを食べたり売ったりしてというふうに生活を立てるようになったわけであります。で、まあ、漁船数を見ていくとですね、18世紀半ばに、まあ、一時期停滞するんですけれども、それ以前、増えていって、18世紀半ばに一時期停滞をして、そして19世紀に入るとですね、また船数で見るとどんどん増えていくということが確認されます。で、この増えている分もその工業ですね、大規模漁業ではなくて、個々の一漁民一艘というような船が増えていくというわけであります。で、ちょっともうじゃあなんでこんなのが分かるのかっていうと、ここで結論が出ちゃうんですが、その最終的にはですね、19世紀に入ると幕府は個々の漁民のですね、漁業権をサポートするという政策に転じるわけですね。で、そのために船数調べということをしますので、それでどんなちっちゃな船でも、まあ、詳細に統計が残るということになったわけであります。でも大雑把に整理すると、18世紀前半までの大規模漁業の全盛期の後ですね、一時期停滞を経験して19世紀には捕虜が拡大したということです。で、その支配関係なんですけれども、17世紀初めに幕領、その後松山藩領、福山藩領と短期間置かれまして、そして1698年以後は幕府領に戻ってきたわけです。で、それがどう重要かっていうことなんですけれども、相対的にですね、その幕府の支配位置においては、財政権保障がですね、藩領に比べて、安定的あるいは厚かったというふうに、まあ、考えられています。ただ意外とじゃあどう厚かったのかっていうことをですね、実際に、まあ、民事訴訟を素材に具体的に分析した研究っていうのはなかなかありませんで、ちょっと宣伝になってしまいますけれども、今現在一番参考になるのは、高須君がですね、米切手について、大阪の米取引について書いた論文がありまして、ちょっとググってダウンロードしていただければ、面白く読んでいただけるのではないかなと思います。で、そして、まあ、その真鍋島は実際に経験した大きな、それを確認しておきますと、17世紀にはですね、大規模なタイ網漁が中心でありました。で、このタイをですね、取れたタイは、江戸に向けてですね、生け簀船というのに入れて、生かしたまま江戸に持っていって、そして高値で売るというのが、まあ、17世紀のビジネスだったわけです。一方、18世紀に入るとですね、大規模なイワシ網漁と底引き網漁が拡大するとともに、まあ、商経のですね、捕虜も拡大したということが一つです。これは真鍋島自体の農業の発展ということですけれども、それと同時に真鍋島にとって非常に困ったことになったのはですね、肥料となるイワシの漁にですね、周辺諸村が参入してきて、で、またそれらの村でも捕虜が拡大してくると。
で、そうなってくると大変に激烈なですね、余剰紛争が勃発することになる。で、最終的には幕府の大官所がそれらを処理していく中でですね、違憲的な漁業権が形成されてくるということであります。で、でまあ、あの大雑把にどんどん見ていきたいと思うんですけれども、まずそのタイヤメ漁がですね、支配的だった時代が、終わるのはいつかということなんですが、1681年にですね、非常に大きな遭難事件がありまして、この年にですね、庄屋三宅伝右衛門という人がいたんですけれども、彼自身、最も有力なタイヤミ主だったわけですけれども、その、取れた鯛をですね、江戸に輸送する途中で、実にですね、池田船10艘のうち9艘が潮の岬沖で南西してしまったという、非常に大きな損失を被ったわけであります。で、困難に、直面してですね、村役人、伝右衛門以下村役人は、大官にですね、救済資金の貸し下げを、要請して受理されました。で、その、使徒としてですね、救済資金の使い道として、どういうことですかというリストを提出するんですけれども、これもちょっと何ですか、ティップスなんですけれども、基本的に江戸時代においてはですね、それは漁村であれ、農村であれ、本当にその経営がまずくなったならば、年貢だって減免しますし、それから経営の再建資金が必要であれば、幕府はそれを貸し下げる。基本的にその、年貢を納めるっていうのは、その侍のですね、幕府が作ったエデロギーっていうのは、国防が武家の武士のですね、武士の崇高な使命であると同じように、年貢を納めるということは農民漁民の崇高な使命であるから、それができなくなるような事態を放置するということは幕府には許されないんですね、当時のその観念では。ですので本当にいよいよやばいという時には、こうやって、救済策が取られるわけであります。で、その、使い道を見ておるとですね、見てみますと、タイヤミ漁を再建するとともに、イワシヤミ漁とかスコピーキヤミ漁といった、他の漁へも、投資しているというような、使い道がリストアップされていました。で、この時期にはですね、その幕府にしてみれば、この村から上がってくる、税金の見高しかありませんから、基本的にその単税力のあるですね、タイヤミ主を国家的救済資金に貸し下げて保護してやるということが、長期的には税収を、安定的な税収を確保することに、なるということで保護したわけであります。で、ところが、この遭難の後ですね、タイヤミ医療経営が再建されたかというと、全く再建されませんで、基本的にこの救済資金は踏み倒してしまうわけですね。で、踏み倒しただけではなくて、さらなる救済策として海や